ヤッホーマミです。今回はメトロックについていろいろ解説していきたいと思います。このメトロックやねんけど、まあ、新情報がいろいろ出てたのでちょっと詳しく解説していきたいと思います。このメトロックはチケットの同行者登録というものができます。だから友達にチケットを取っといてもらうっていうことができんねんけど、まあ、これをしてる人は事前に分配をしてもらってください。でこれメトロックのアプリを全員行く人は全員インストールせなあかんねんけど、このアプリに事前にチケット情報とかを入力しておく必要があるので、そこはね当日までにやっといてください。そして当日やねんけど、当日の、まあ、会場入るまでにウェブ問診というものを入力しないといけません。でこれは当日しか入力できひんから、まあ、その日の行きのバスとか電車とかでなんか簡単なアンケート、体温大丈夫ですかとかそういうのがあるので、それはちゃちゃっとね入力して、その入力できた画面を入場時に見せるっていう感じで入場していくみたいです。メトロック入場するとリストバンドがもらえます。でリストバンドって大体2種類あって、まあ、どっちを当日配られるかまだ全然分かれへんねんけど、まあ、1個目はこういうタイプのさ、なんかこれがプラスチックやったりとか、まあいろいろすんねんけど、こういうタイプはってさ、穴がいっぱいあってさ、自分のいい穴のところでパチンってやんねんけど、まあこれ一回パチンってやるともう取れへんのよ。取れへんから切るしかなくなんねんけど、これあんまり腕にギチギチにすると最後切るしかなくなるのよ。で結構これをなんか記念に取っときたいみたいな人は、これ当日絶対なくしたらあかんやつやねんけど、腕がギリギリさ通るぐらい余白があるところで止めるっていうのをすごい私は推奨します。容赦なく切るよっていう人はまあ全然気にせんでいいねんけど、まあこれ一回パチンってやると取られへんから、そこだけねすごい注意してほしいなと思います。であともう一つこういうタイプ、なんかな、布っていうのかな、なんかこのプラスチックじゃないタイプもあります。でこのタイプはここですごい絞るねんけど、こっちが腕やねんけど、まあここを持ってピュッてこっち側にするとここが閉まんねんけど、まあ、これも閉めすぎたってグーってやっても全然動かへんから、閉めるしかできひんから、まあ、こっちのタイプも閉めすぎるとすごい腕血止まったりするし、最後切るしかなくなるから、そこだけねすごいリストバンド、まあ、どっちのリストバンドが来るか分からへんねんけど、まあ、どっちにしろ一回閉めちゃうと戻らへんっていうのをちょっとみんなね頭に入れといてほしいなと思います。そして今回前方エリアの抽選があったと思うねんけど、まあ、この前方エリアどんな感じかというと、多分椅子がブワーって並んでる指定席のタイプやと思います。前方エリアの入場口っていうのが設けられてるから、まあ、そこに行って入場パスをこう見せて中に入っていくみたいな感じで、多分指定席やからそこまでなんか早く行ったら前とかっていうわけじゃないから、特に押し合いとか後ろから押されるとか、もうなんか人混みでぐちゃぐちゃになるっていうことはないと私は思ってます。でこの入場パスやねんけど、多分同行者がいる人は同行者に必ずね譲渡しといてください。もうこれしとかないと同行者の人が入られへんかったりします。なのでね、これは事前に行えるので、チケットとこの入場パス両方分配しておくのをおすすめします。そしてこの前方エリアの入場パスっていうのは譲渡できません。自分の入場パスはもう自分でしか使われへん、友達に譲るっていうことができひんっていうのだけねすごい頭に入れておいてください。当たった人はもう前方エリアで楽しんできてください。これ気をつけなあかんのが、アプリを一回消してしまうとその入場パスも消えてしまうねんて。で一回紛失したものっていうのは再発行とかされへんって書いてあったから、アプリ消さへんように、まあ、消すことはないと思うねんけど、消えてしまわへんようにちょっとみんなね前方エリア当たった人も細心の注意を払ってください。そしてこの前方エリアは完全入れ替え制となってます。立て続けに前方が当たってたとしても一回出てもう一回入るっていう感じで、ずっと居座ることはできひんから、そういう形式でね前方エリアは楽しんでいただけたらなと思います。で前方エリアってどれぐらいの距離ですかっていう質問が結構来ててんけど、まあ、距離的には、どうなんやろ。ジャパンジャムの時は椅子が30列並んでて、で横幅が多分70か60ぐらいまであったのよね。やからでも全然見えるし、前方じゃなくても見えると思います。後ろの方から見るってなったら表情まではっきり見えるかって言われたらちょっとあれやねんけど、まあ、前方エリアの人たちは割と表情まではっきり見えるし、多分行くとなんか思ったより近いなってなると思う。で多分その前方エリアって柵で区切られてんねんけど、柵より後ろ
も別にそんななんか全然見えへんやんっていうことはないと思うし、まあ、柵より後ろでも目良かったら全然表情とかも見れるんじゃないかなと思います。そうだからなんか前方エリアが当たらんからって全然なんかうわもうマジでないわって別にあの萎える必要はないかなと思います。野外フェスってね意外と見やすかったりする。柵後ろとか近づけるから待機する人は待機するとかそういうのも全然ありなので、まあ、自分が見たいアーティストの時はね早めに行動するのを私はおすすめします。そして、いろいろ質問来てんねんけど、新しくステージが1個増えたんですけど、それによって動線は悪くなったりするのでしょうか。こう多分これはメトロック大阪の方やと思うねんけど、ステージが1個増えてっていうのは大阪の方やと思うねんけど、やっぱそのタイムテーブル的にさ、まあ、若干のズレはあるにしろ多分みんなが動く時間っていうのは多分一緒やから、割と絶対に見たい前の方で見たいアーティストがいるとかやったら、まあ、人より早めに行動するのがおすすめかな。やっぱその見てるアーティストを最後まで見て移動ってなったら、その場にいる人が割とザザザザザザって移動するから、距離的にはそんななくても混雑して全然進まへんとかなって間に合わへんっていうことが起こり得るので、もう自分の優先度が高いアーティストとかはなんか割と前もって移動することを私はお勧めしておきます。で、お客さんで小学生以下の子供とかっていますかっていう質問が来ててんけど、まあいるのはいるのよ。で、ジャパンジャムの時もおってんけど、でもやっぱり周りの大人たちはちっちゃい子が来てるっていう想定をそんなにしてないのよ。だからそのちっちゃい子が前の方に行ったらめちゃめちゃ危ないから、そこだけねちょっと目を光らせといてあげた方がいいかなと思います。で、いるのはいる。ジャパンジャムに関しては後ろの方でゆったり見てる家族がいるとかは結構おった。ピクニックエリアとかあるから、まあ、そこで、まあ、シートを引いて、まあ、その周辺で、ちょっとゆったり見るっていうのをすごい私はお勧めしたいなと思います。で、シャトルバスって何時が混むとかわかりますか？どのぐらい並ぶとか。シャトルバスな、ほんまに開園時間付近はめちゃめちゃ混むと思う。から、もしかしたらタクシー使う方が早かったりするかも。一緒に行く友達がさ、おるんなら、まあ、タクシー捕まえてビャって行った方が早かったりもする。で、バスってやっぱりさ遅れたりするしさ、みんな開園時間に合わせてさ行くやん。大体そんなに早く行ってもすることないじゃんって思う人とかも多分おるから、ってなるとほんまに混むし、多分そんなな量出てないと思うねんな。バスに関しては出てんのかな、どうなんやろ。でもやっぱバスも乗れる人数が限られてるから、私はめっちゃ早く行くかずらすか、なんか割とな一番目のアーティストがやってる時間帯とかは空いてると、アクセスがな割と良くないから、なんかタクシーを使うか早めか遅めにバスに乗るっていうのをすごいおすすめしますね。で、メトロック大阪についてやねんけど、ピクニックエリアでレジャーシートの上に荷物を置いたりはできるんでしょうかっていう質問をいただいてんけど、まあできるっちゃできるねんけど、なんやろ、あんまり長時間そのまま置きっぱなしっていうのは普通に危ないからだからなんかその誰か荷物見てる人がおる方がいいんじゃないかなと思います。まあちょっとトイレ行くぐらいやったら多分大丈夫やし、いなかったら撤去しますみたいな注意書きがあるわけじゃないから、別に多分ありっちゃありなんかもしれへんねんけど、あまりにも長い間おらへんくなるんならシートごと移動するのが私は親切かなとちょっと思いました。で、ステージ間の距離ってどれぐらいですか？ジャムと同じぐらいですかねって来ててんけど、まあ、あのジャパンジャムは近すぎるから、そんなにジャムのイメージしていくとちょっと遠いかなって思ったりすると思う。これまでのロッキンとかのあのステージ移動、それに比べると割と近いかなとは思うねんけど、やっぱりそのジャムぐらいの感覚で行っちゃうとなんかちょっと遠いなっていう感じはあると思う。大阪の方のステージ移動は多分そんなにあれやなと思うねんけど、東京の方のステージってあの風車のある方のステージからもう一個大きいステージに行くまでに、まあ、多分10分ぐらいは歩くんじゃないかなっていう感じになってると思う。で、しかもステージの方向が一緒やから、ステージ近くにたどり着いてもぐるっと回ったりしなあかんっていう感じになる。またその辺は来週ぐらいに動画出そうかなと思ってんねんけど、まあちょっと移動はなそのジャムほど快適じゃないと思っといてください。で、一番小さいステージの入場規制がかかるかどうかっていうことやねんけど、かかりやすいと思う、ステージの構成的に。まあ、絶対にかかるっていう
わけではないと思うねんけど、まあ、かかるかもしれないっていうぐらいのテンションで行った方がすごいいいんじゃないかなと思います。やっぱ自分の優先度の高いバンドは早めに動くっていうのが一番いいかなと思います。そして防寒対策は必要ですかって、これは持ってっといた方がいいと思う。やっぱ朝晩冷えるのよ。で、日中は死ぬほど暑いのよ。だから行き帰り羽織れるものは絶対に持っていっといてほしいなと思います。あとは、そうや、クロークっていうものが存在してて、で、クロークっていうのは、その荷物の預かり所なのよね。で、ここは1000円払うと70リットルのゴミ袋がもらえます。で、そのゴミ袋の中に入る量の荷物を預けることができます。で、これは一日中取り出し自由やから、朝ちょっと寒かったなと思って着てってた上着とか、遠征組やったらリュックとかあるやんか。で、そういうのをそのゴミ袋に入れて預けとくみたいな。で、途中で寒くなったなと思ったら、クロークからね、また荷物をもらって、まあそれだけ取り出してクロークに預けるっていうことができるので、70って結構大きいから、まあ友達となんかシェアするとかすごい便利なんじゃないかなと思います。私は割と使ったりするかな。てか使ってる人が多いと思う。初参戦なので気をつけることがあれば教えてほしいですってことやねんけど、メトロックって一応芝生ってか公園みたいなところやから、雨降った時に地面がすごいぬかるみやすいです。で、ジャパンジャムとかは、人工芝と芝生とかやから、別になんかドロドロになるってことはないねんけど、割とこのメトロックの会場って多分土っぽいから、雨降ったら田植えフェスって言って、地面がすごい緩い状態で、大量の人がさ、こう、踏んでいくわけやん。ならどん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 その地面がぐちゃぐちゃになっていくのよね。で、そうなったらもう靴とかもドロッドロで洗うの大変やし、なんなら捨てた方が早いんじゃないかなっていうぐらいドロッドロになったりするから、もしその天気が悪そうなっていうのが分かってるんであれば、なんかレインブーツとかそういうのを履いていくのを個人的にはおすすめします。あとはもう暑いから暑さ対策をしっかりしてください。まあ一応テントあるゾーンもあったりすんねんけど、基本的に日陰がないと思って行ってほしいから、マジ帽子は絶対にいる。あとは雨降った時に傘刺されへんから、なんかカッパ的なものを持っていくのをおすすめします。まあ多分会場でも雨降ったらカッパみたいなのが売り出されると思うねんけど、まあそういうのでもいいんで、絶対傘は刺せないってことだけね、頭に入れといてください。荷物何持ってったらいいとかっていう質問も来ててんけど、まあそれはまた別の動画でしっかり解説してるので、そっちをね参考にしてください。あと服装とかも、こんな服装がいいよっていうのも解説してるので、他の動画もね見てもらえたらなと思います。まあそんな感じかな。またなんかわからんことあったらコメントください。できるだけ見れたらすぐ返すようにするので、ということで参考になったでしょうか。チャンネル登録してまた次の動画をぜひね待っといてほしいなと思います。以上、まみでした。ほなねー。